レアル・マドリードは、現地時間17日のラリガ第6節で、カディスと対戦し、ホームで0-1と負けた。ESPN などが、ジネディーヌ・ジダン監督のコメントと伝えている。今シーズンのレアル・マドはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、レアル・マドリードは、前半に失すると、最後まで同点弾を奪えずに敗れた。ジン監督が、チームのパフォーマンスに不満を言っているのは明らか。前半終了後に一気に4人、選手を交代させて、後半に臨んだ。ジダン監督、試合後、前半に、後に、3点奪われていたら、何もことない。言い訳はないとコメント。言い訳はない。起きたことに満足はしていないが、サッカーはあり得ることだ。とにかく良いスタートが来なかった。最初から苦しんだ。後半は多少間になったと振り返っている。レアル・マドリードは、ミッドウィークに、チャンピオンズリーのシャフタール戦を控えている。その後は、ルセロナとの伝統の一戦クラシコだ。ジダン、ただしは、次の試合のことを考える。我々が今すべきとは、しっかり休んで、試合に勝つために馬、やることだ。今日は、私の選手、レアル・マドリード全体にとって悪い1日だ。次の試合で流れ、変えたいと切り替えようとしている。りょう。